進めていいいきたいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特典に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう過去問解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します1つ目が英文は読まない考える2つ目が作者の主張を理解する3つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識が割にない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れっていう経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは、因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 2つ目が作者の主張を理解する英文読んでるとバッとかハヤバとか逆説の後って作者の主張がきやすいですよねでそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよねなので作者の主張を理解することが正答率の向上につながります 3つ目が、英文は抽象から具体に進む。第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよね。で、最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されてるだけなんですね。なので、同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。で、そこを理解することができれば、同じ話が繰り返されてるだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。 そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう攻略手順ですがもちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら英文は読みませんので単語をピックアップしていてメインテーマを掴んでいきますでその後話の展開を類推していって類推した話の内容が正しいかどうかを確認していきますなのでまずメインテーマを掴むとでメインテーマをつめたらあとは類推確認ステップ2ステップ3これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります私の解説とかもこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます 先ほども言ったように英文は読めませんので単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語では私マーキングしてますので、お手元に書くもがある方は同じマーキングするようにしてください。逆に言うとマーキングしていない黒文字の英単語というのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語をここを見てメインテーマを掴む、それから話の展開の類推移確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。 で、あとマーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とか名詞、こういうところをマーキングしていきたいですね。逆に言うと、もうすでに分かってる情報とか出てきた話というのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かってるんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップ、マーキングしていくんだということです。では最初から見ていきましょう。はい。で、最初ね、今回はこれ、日本語でもステップはメインテーマが書かれてますね。はい。だから今回は、 まあ非常に大ヒントというか簡単ですね。えー、死死麻痺のある人が操作できるロボットアームに関するものである。もう書いてありますから。もうこの死死麻痺のある人が操作できるロボットアーム。これがもうメインテーマですね。はい。だから、ステップ1。もうメインテーマはいちいちね、えー、考える必要はなくって、もうここを見れば一目でわかりますよということです。はい。で、英文っていうのはそのメインテーマに沿って話がどんどんどん,どん具体化されていきますから。 はい。まずメインテーマはつかんだんで、この獅子の、獅子麻痺のある人が操作できるロボットアームに関する話っていうのがどんどんこの後具体化英語長文本文されていきますんで、そこをちゃんと皆さん見ていきましょうということです。はい。で、最初の方ですね、この辺はマーキングしていないんですけれども、 まあ、いいかなっていう感じですね。え、think about how often you see your hand to do a task each day. ね。えー、こう手を使ってやる仕事ってどんぐらいあるみたいなことを言ってますけれども。まあ、この辺はもう重要じゃないですよね。だってあくまでも、さっきも言ってたようにメインテーマに沿って英語長文っていうのは具体化されていくわけだから。で、ね、これ別にシシマヒの話をまだしてないですから、そんなに重要度としては低いわけですよね。はい。 で、まあ、この辺もなので、まあ、いいかなっていう感じですね。で、えー、まあ、ね、えー、バックパックとかね、はい、手を使ってますよみたいな話をしていて、h o w e v e r is that not t o o f a r a w o u l d はい、17万人、people living in the United States. はい、アメリカの17万人の人っていうのは、ただ、そうじゃない、そうじゃないっていうのは、このザットが指してるのは何ですかこれ史上の問題ですよね。ザットとか、ディスとか、イットとか、ザとか。 指示語が出てきたら一回立ちまって何を指してるのかっていうふうに考えないと、どんどん英語処分、本文何言ってるかわかんなくなりますよ。もう死示語が出てきたら簡単ですよ。一個前です。か一個前何なんですかっていうと、普通に健常者の人は、こういうふうに手を使って何かをすることができるんだけれども、17万人の人はそうではないってことですよね。はい。つまりこの17万人の人ってはどういう人たちなんですかはい、ここは考えてください、皆さん。 これはま、ステップに話の展開の類推にもつながってきますし、これまさにね、説問にもなってるんですよね、うん。はい。つまりつまり何ですか今回メインテーマは、四肢麻痺のある人が操作できるロボットアームですよ。つまりこの17万人というのは、四肢麻痺がおそらくある人でしょう。手が使えない。つまりここで言う四肢麻痺でしょう。いいですかはい。ここちゃんとやらないと、説問の一番解けないんですよ。 で、because of a, はい、えー、中の1ですね。えー、脊髄。ほら、脊髄。脊髄を、はい、えー、怪我してますね。脊髄怪我してるということは、もちろん、何ですかもう一度言うから四肢麻痺ですよね。おそらく四肢麻痺をしてる人ってことですよね。はい。で、えー、そうですね。まさに四肢麻痺が、はい、出てきましたねということです。いいですか英文っていうのはメインテーマに沿ってずっと進みますからね。これ重要ですよ。何度も言いますけど。 メインテーマに沿って進むから。いいですかはい。ということになります。で、えー、ここで質問が解けるんですよね。はい。えっ、ー、と、遠いの1番ですけれども。まあ、まだいいか。まだやめましょう。はい。次行きましょう。で、えー、we wanted to allow people with、はい。えー、シシマヒですね。はい。シシマヒがまだ、to use a robotic arm to interface their surroundings. ということで、はい、ロボット使ってくれると もう、まあ、ここ一応マーキングしましたけど、もうここにプライトありますからね。はい、もう、まあ、マーキングしなくてもいいっちゃいいっすね。正直言って。まあ、新しい情報なんですけど、まあ、ね、出てきてるんで、まあ、そういう意味で言うと新しい情報でもないっていう感じですけど。はい。で、次、Avery b d r Brain Computer Interface と、いうことで、はい、Brain Computer Interface っていうのを開発をしましたよと。え、これは何ですかこれ何ですか何ですか、これは。 これも別にブレインコンピュータインターフェイスっていうものを知らなかったとしても分かりますよね。だって英文は同じ話の繰り返しですよ。これもさっきからずっと言ってますけど。当然、手旨麻痺のある人が操作できるロボットアームなんでしょう。それはこのブレインコンピュータインターフェイスっていうのはメインテーマですから。はい。では、ブレインコンピュータインターフェイス takes brain signal and translate them into command for computer ということで、はい。ブレイン、脳のこうシグナル。 っていうのを、えー、伝えますと、コンピュータシステムに伝えると。はい。えー、いうことですね。で、例えば、はい、具体化されてます。これ、ポイント3ですね。英文は、抽象から具体のプロセスで同じ話が進んでいきます。まさに、抽象から具体のプロセスで進んでいきますね。自分の手で、 何か物を持ち上げたい。はい、そうしたときに The Brain Computer Interface 出てきました。Tell the robotic arm to pick it up. ということで、はい、Brain Computer Interface がロボティックアームにピックアップ、物をピックアップするように伝えるわけですよね。で、それで、こう、ロボットアームが動いて物を掴むことができるわけです。獅子麻痺の人。もう、具体化されてるだけですよね。言ってることが。具体化されてるだけ。はい。 で、この it が説問になってますけれども、何を持ち上げるんですかこれもまさにもう四十五の問題ですよね。一個前ですよね。一個前。はい、何持ち上げてたんですか ?an object ですよね。物を持ち上げてたんですよね。なので、正解は問いの2番。これはろが正解になってきますね。で、問いの1番もさっきのところやっておきましょう。はい。 えー、獅子麻痺に関する説明として適切なものはこれはいいですよね。About, はい、17万人の人が、えー、with, eh,、えー、trust in the United States ということで、えー、はい。これも、えー、獅子麻痺。17万人の人が獅子麻痺ですよ。アメリカのね。っていうのは、ここですよね。だから、直接的には書いてないです。この17万人の人が、獅子麻痺ですよというふうには書いてないですよね。直接的には書いてないんだけれども、さっき私が言ったように、 ね。これつまり、要は、ししまひのことをこれ言ってるわけでしょってことですよ。そこをちゃんと読み取れたか読み取れてないか。だから、ただ英文を和訳してるだけだと、問題解けないんですよ。っていうことですよね。ちゃんと皆さん分かってますよね。和訳してるだけじゃないですよね。ちゃんと文章の意味、ね。えー、理解できてますよねってことを、法政大学の問題作成者は聞いてきてますから。 だから英文を和訳するのはやめましょうっていうのはこういうことなんですね。特定につながっていかないですよ。ということです。はい。で、次の段落行きましょう。で、2番ですね。Hey, the first brain computer interface ということで。はい。これは first ですかね。マーキングしました、私。first ですか。これ、さっきまでのやつっていうのは first じゃない可能性がありますね。出てきていた。えっ、ー、と、このイン、さっきの brain computer interface というのは。これ first ですか。 これ、そういう意味で新しい情報として捉えた方がいいんじゃないでしょうか。かさっきのと区別してくださいよ、これ。違うものですからね。区別してくださいよ。はい。ここね、ごっちゃになっちゃうと、英語長文ね、だんだんわかんなくなりますよ。ごっちゃにしないでください。わざわざ、ファーストっていうふうに言ってきてくれてるんだから。ここ見逃さないでくださいね、ということです。で、We made a rewrite、uh, on eyesight to operate ということは、はい。eyesight、資格を使ってオペレーションしていた。さっきのは何ですか さっきのは何を使ってオペレーションしてたんですかこのブレイン・コンピュータ・インターフェースは当然、ブレインですよね。ブレインって書いたんだね。脳、no、ですよ。脳、no、の信号みたいなのを使ってましたよね。ブレイン・シグナルって書いてあるとか、さっきのね。はい。え、テイクス・ブレイン・シグナルって書いてある。これは、アイサイトなんです。はい、ここ違いますよね。いいですかはい。で、ザザユーーーーーーコンンンントトロロルブブムメベススオオリイねだから。 アイサイト。こうですね。ほぼ同じ話の繰り返しもいいですね。で、えぇ、ー、successful。はい。うまくいったんだけど、but it was often slow、so、and did not produce movement as smooth as ということで。まあ、動きがやっぱり遅かったり、まあ、スムーズさに欠けたりしていたよ。まあ、そんなことはこれ言われています。はい。じゃあもう2番の質問はいけるんじゃないですか。これは問いの3番ですね。えー、どれが正解かというと、これは2ですね。The movement were often a w k w a r d ということで、まあ、動きとしてはよく なかったわけですよね。はい、なかったわけです。スローだったり、えー、スムースではなかったわけですね。これマイナスですから、青でマーキングしています。で、次行きましょう。that's why we developed a new brain computer interface. はい、new brain computer interface. だからさっきのとはこれ違いますね。2番と3番は違う別のものですよね。はい。だから、that's why とあるように、この that's も当然いいですよね。指示語ですよ。確認してくださいね。はい。だからこそ、 新しいものを作った。スムーズじゃなかったり、スロー。動きが遅いから、もっと動きを機敏にね、スムーズにするために、ニューブレインコンピューターインターフェースを作りました。こういう話が来てますよ。はい。で、おそらくこれっていうのが何ですか何をシグナルとして使うかというと、さっき出てきてましたね。ブレインシグナルをおそらく使ってくるんでしょう。はい。これはね、ステップに話の展開の類推できますよね。 ということです。はい。え、The user feel a sense of touch from their own、uh, presence and f o n d venture sensors on the、uh, robot found make contact with an object. ということで、ちょっと長いんですけれども、要はロボットが何か物体に触った時に、要はその触覚みたいなのをユーザー本人に伝えてくれると。触った感じが出る。と、ロボットが何かに物を触ると、ユーザーも何か物に触ったこう感触があるみたいな。すごいですね。え、そんな技術もこの、a、new brain computer interface には含まれてますよと。 はい。え、それから、we call this interface a, eh, ベレレクショナルブレインコンピュータインターフェースというのかなはい。え、双方向性かなはい。え、双方向なブレインコンピュータインターフェース。これは、a new ブレインコンピュータインターフェースの言い換えですね。言い換えですね。同じものを指してますね。ただ、言い換えられてます。表現がつまり変わってるだけですね。はい、いいですかえ、英文というのは、 同じ話の繰り返しなんだけれども、表現を変えてくるんですよ。こういう風に。そこに皆さんちゃんと気づいてくださいね。惑わされないでください言ってることは同じだからね。表現が変わってるだけで。はい。こういうとこに気づかないで、あ、また新しい話来たぞと。新しい単語来たぞと。なってきちゃうと、どん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 英語泥沼ハまっていっちゃうんで。いやいや、そうじゃないですよ。あくまでも、ただ同じ話を言ってるだけの話です。 はい。で、because it send information from a n d t o the brain.、ね、結局脳を使ってますね。ということです。はい。まあ、いいでしょう。で、次行きましょう。とか、はい。次行きましょう。で、えっ、ー、と、we,、uh, i m p l e n t for, はい。micro or electro tube、uh, array. これは中の3で、微小な電極群。はい。っていうのを、まあ、脳に。えー 取り付けましたみたいなことを言ってます。ここはあれですね。実験をしてるところです。テ e s t ね、実験をしてます。本当に improved as a user's ability to control the robotic arm ということで、これを使うことによって、本当に性能って向上するの速くなるのスムーズになるのこういうことをテストしていくということですね。はい。で、これはステップに話の展開の類推でできますよね。本当に向上するんですかどう、どう、どうですかっていうと、これはおそらく向上。 いますよね。向上しますよね。はい。する感じですよね。えー、ということはいいかなというふうに思います。はい。で、今実験をしてますと、向上するかどうかにまあ、おそらく結果としては向上するんでしょうという類推はステップにしているんですが、見ていくと、えー、で、これでセンサーザ h a レコードアンドクラス d on the cross, ということで、 えー、一応、あの、神経信号。はい。神経信号というのをレコードしてますよと、この、えー、電極がね。はい。で、えー、neutral, uh, neural signals are messages used by the body to communicate information to and from the brain. ということで、まあ、脳を使ってるよと。で、we press two arrays. ね、さっきの電極ね。はい。二つの、えー、さっき四つか。はい。四つありましたけど、その四つのうちの二つっていうのが、in the region of the brain that controls hand and arm movement. ということで、まあ、手とか、 腕を、のコントロールを司る部分。ここに、えー、つけました。はい。で、these arrays record brain activity and translate it to a control signal for the robotic arm. はい。ロボティックアームに要は脳波というか、まあ脳が何かものを掴みたいみたいなね。えー、信号を出した時に、ロボティックアームに伝える役割があるのが、この二つの2 array ね。えー、電極にならはい。で、もう二つですね。other2 array が何 しているかというと、in the area of his brain that normally receives and interprets information when the hand is touched ということで、はい、えー。実際に、まあ、そのロボットアレイが、ロボットアレイじゃねえや、えっ、ー、と、ロボットアームが何かにこう触れたときに、えー、その情報を返してくれる。え、receive, interpret ね、返してくれる。それが、えー、この二つ、他の二つの電極になりますよということですね。はい。 で、まあ、そんなところが書いてあります。で、説問いきましょうか。説問。えー、そろそろ説問問いの、えー、4番かなはい。え問いの4番ですけども、どれが正解かというと、この new brain computer interface、今の話ですよね。えー、のところで言うと、 問いの4番はいいですね。The participant could not only see an object, but could also experience a sense of touch. ここういういとですそうですね。はい、えー。ここはさっきの段落のところかな。はい。ここです The user feels sense of touch. こういうことですね。それから次、問いの5番。はい。問いの5番が今の段落かなと思いますね。はい。この伝達の順番ですよね。えー、というのを並び替えた正しいものですけれども、問いの5番は、これは歯ですね。 はい。まず、その、脳ですよ。脳が指令を出すわけですよね。腕を動かして何かを掴みたい。The r ジ g i ザ n of the brain that controls the hand and arm movement. はい。で、その次にそれを電極が拾うわけですよ。二つの電極が。で、電極が拾って、それをロボットアームに伝えるわけですね。record brain activity and generator control signal ね、えー。手を、ロボットアームを動かすっていうシグナルを送るわけですよね。 で、そのロボットアームのシグナルを受けて、ロボットアームが実際に A、動くわけですよね。で、動いて何かものに触れましたと。で、その感触をまた脳に返さなきゃいけないわけですよね。はい、そのための電極っていうのがありました。それが D ですね。arrays <music> <music> contact with an object and create signal to give a sense of touch.、はい、で、その D、受け取った、電極で受け取った情報を当然脳に返さなきゃいけないですね。最後は C、the region of the brain that normally received and interpreted information when, an, when hand touches something. ということになりますね。はい。これはまさに今の段落でここ書かれていたところになります。 はい。で、次の説明行きましょう。で、we, えー、あ次です。次の話行きましょう。<music> で、we then asked a、uh, participant to complete a set of tasks ということで、ま、課題も与えましたと、はい、いうことを言われています。まだこれは実験の続きですね。続きです。はい。え、we had to use a robotic arm to grasp and pick up eight objects. ね、四つのものをつかみなさいと。はい。で、place each other,、uh, each object on a platform as quickly as possible. As possible. と、まあ、できる限り早くね、起きなさいと。 で、he also had to pick up cap p r o g r a まあ、こういうふうな課題も与えられましたよと。で、we gave each task a score based on how long it took to complete and we calculated our total score for all tasks ということで、まあ、こう、かかった時間とかね。はい。えタスクを終了するにかかった時間とか含めて、まあ、スコアをつけました。まあ、こんなところは書かれていますよということです。 はい。で、次 is attention of 4番 touch feedback. はい。が improve the study,、a、participant's ability to grasp and move object ということで、はい、ここでステップ3ですね。類推した内容が正しかったですよね。i m p r o v e a してますね。participant's ability を。やっぱりな。ね。えー、当然、このさっきの new ですよね。new brain computer interface の方がやっぱり 優秀なわけですよね。タッチフィードバックを入れた。ね、能力を入れた方が、やはり優秀でした。ここでステップ3確認することができました。はい。で、えっ、ー、と、説問にいけるのかなえっ、ー、と、問いの6番。はい、問いの6番ですね。まださっきのニューブレインコンピュータインターフェースの話ですけれども、問いの6番は、これは、えっ、ー、と、はですね。The participant was able to see all of the robotic arm っていうことですけれども、 あ、でもこれまだか。問いの6番は、いや、いけるのか。いけるよね。問いの6番は、えっ、ー、と、ここから、ヒーハーダーフルビューオブザ・ロブディックアームです。はい。ちょっとマーキングしてなかったんですけれども、えー、ここに書いてありますよということです。はい。私は、あの、読み飛ばしちゃいましたけど、皆さんは読み流してください、ね、一応、目は通してくださいね。全文ね。基本的に。マーキングはしなくていいですけど。はい。ということです。 まあ、ここも確かに、ね、新しい情報なんで、マーキングした方が良かったですね。はい。という感じです。まあ、そんなになんか重要度低いのかなと思ってマーキングしてなかったんですけど。はい。えー、結果論としてはマーキングした方が良かったですね。新しい情報です。で、次。で、問いの4番。まだ問い、あ、これまだ3番をするんだ。はい。で、この情報はでもまだ来てないもんね。3とか15とか17とかね。はい、来てないんで、まだですね。まだですね。 で、ここですね。あ、ここで出てきてますね。はい。この段落です。で、見ていくと、the highest possibility score for each object in this test of hand. ね、たださっきテストしてスコアつけてましたよね。ここら辺ね。はい。が、えっと、max3 ポイントだ。はい。で、w i t h t h t touch feedback。はい、フィードバックをつけてない場合ですよね。ない場合っていうのは、要は、この、だから、fast brain computer interface のようなバージョンでしょうね。まだ古いバージョン。 っていうのが、uh, highest of score, only once. 最も高い。だから3ポイントを叩き出したのが1回しかない。これは当然低い。ですね。only って言ってるんだから。はい。しかしながら、with a touch field, 買いたいち field back つけた当然、まあこれは、ポイントは高くあ、ポイントじゃない。回数は高く なるでしょうね。はい。えー、最大回数つけたのが15回になりましたよ。でマイナスプラスということで、青、赤でマーキングしています。当然、フィードバックをつけた方がだってインプルーブって言ってるんだから、それは能力向上しないとダメですよね。っていう話ですね。これはもう簡単に類推できる内容です。はい。あともその後もずっと続いてます。17、21、20秒かかった。一方で10秒しかかからなかった。まあ、こういうことが書いてありました。はい。 で、その上で問いの7番ですね。見ていくと、これは、述べられていないですからね。皆さんいいですか述べられていないものですよ。選ばなきゃいけないですよ。そうすると、これは2ですね。In character i z i n g task score s accuracy was more important than time to complete t h e t a s k ということで、はい。えー、スコアをつけるにおいて、はい。えー、タスクを完成させたよりも、えーと、え、タスク、あ、タ,タスクの時間よりも、 まあ、正確性の方が重要視されたみたいなこと言われてますけど、そんなことないですよ。だってスコアつけるときに、これはさっきのところですね。これ前の段落かなええー、と、どこだっけ How long? そう,そうそう、スコアベースの How long って言ってるかねいや。時間の長さはちゃんと重要視されてますよ、これ。どんだけ、そのタスクをこなすまでにどんだけ時間がかかったかっていうのはスコアつける上でめちゃめちゃ重要視されてますからで。重要じゃないみたいなね、ことを言ってますけど、そんなことはありませんということです。はい。え、それから問いの8番。 えー、問いの8番はタッチフィードバックがない実験と比べた、場合には、い、フィードバックを導入した実験ではどうだったかということですけれども、これは、えっ、ー、と、これはロかなはい、it be easier to grab an object というふうになります。当然、タッチフィードバックをつけた方がいいんですよね。結果はいいわけですから、difficult ィィとかさ、d ィ c r e a s とかね、えー、 ええー、マイナスのものはねええー、ディクリースじゃないのもう一つイクリースインタイムみたいなプーティングシングスダウンコントローブさね,ねこれマイナスのものを選んじゃいけないですよねそれからイもタスクはインプローブさあモーストインザタスクウィズカップですけれどもこれインプローブ確かにしてますけれどもただそのカップ 全のタスクの時が一番スコアが良かった。まあ一番向上したみたいなこと言ってますけど、そんなことは言ってないですよね。全部でスコアは向上してますし、別にどれが一番向上してるとかって、これってだって単純に比べられないんじゃないのね。15回と、これも20、これ21回っていう意味なのかなはい。それからだって、これ秒数ですからね。回数と秒数っていうのは純粋に比べ、比較の仕様が 単位が違うから、ないですからね。ないですからね。はい。そう、これは言えないんですよね。判断できないですよね。ねえー、ということです。はい。で、次の段落。次の段落はもうこれほとんど同じことずっと書いてるだけですよ要は、タッチフィードバックがある方が、やっぱりすごいね、ということをこれずっと言ってるだけなんで、もうマーキングしてないです。読み流せレベルでいいと思います。はい。 で、最後の段落ね、えー、見ていくと、inspires more, question for further research ということで、q クエッション。まあ、どちらかというとマイナスかもしれないですけども、まあ、こう、課題的なものも出てきてるよと。はい、具体か抽象から具体のプロセスで進んでいます、えー。具体的に課題というのが、はい、it have different study, participant, or social i m p r o v e m e t a s k score ということで、他のね、えー、さっきはその only えー、only use a u c h feedback with one study participant.、ね、参加者一人だけだったけど、他の参加者だったら結果変わったんじゃないこういう課題も出てきてる。だからもっとね、いろいろこう、被験者の数も増やさないといけないですよね。なんていう課題が出てきてるわけですね。はい。課題に関して抽象から具体化してますよ。で、もう一つは、はい。えー、今まで課題がずっと答えだったと。 だから逆に言うと個体じゃないものですよ。流動体とかね。えー、流,流動体をつかむってあんまりないのか。えー、もうすごい柔らかいものか。ソファーね。えー、とか壊れやすいフライがね、壊れやすいものだったらどうだったんだろうね。こういうふうな課題も出てきてますよということです。 はい。で、問いの9番ですけれども、問いの9番。えー、どれが正解かというと、問いの9番、ローですね。whether grasping will be more difficult or if the object is so far or more, ね、フライ g まあさっきね、えー、最後のところで言ってた内容です。えー、最後、問いの10番、タイトルですけれども、どれが正解かというと、タイトルは、これは、2ですね。can robotic arm be controlled by the brain? ということですよね。はい。今、もう、ロボティックの話。これを、脳でね、コントロールするんでしたよね。これ、 えっと、はか、はは can robotic arm control a human arm? これおかしいですよね、これね。だってこれ主語がおかしくないですよ。ロボティックアームがヒューマンアームをコントロールするんですかいやいや、ロボティックアームはコントロールされる側でしょっていうことですよね、これ。これコントロールする側になっちゃおかしいですよね。これ主語がおかしいんですよ。コントロールされるものでしょロボティックアームっていう。 はい。えー、だったらそもそも間違いですよということです。まあ、いトロはね、うん、これは完全に間違ってますよねということです。お疲れ様でした。赤本手に入れてもう一度自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの、勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方と言い方ができるように自分の頭にすり込みをしておいてください。それから他の大学の去問に関しても再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様でした。